平成14年ですかね、学校卒業して帰ってまいりまして、当時はまだ当時さんもいらっしゃったので、その方の主催についてあれこれあれこれ何も分かんないながらに一応やっておりまして、平成18年から家族中心の酒造りに切り替えました。この町が旧奥州街道の宿場町の一つ、有壁宿です。お殿様と下々の者が泊まる宿ですね。奥州街道沿いで丸々本陣が残っているのはここだけと聞いてます。震災前までは、非常に古い土壁の土蔵のよくある昔の一般的な作り蔵でお酒を作っておりまして、東日本大震災がドカンときまして、まあ、それをきっかけに蔵を新築するというようなことになりましたね。合理化と衛生面っていうのを大事に考えて、正確な分析室と分析装置とかちょくちょく入れながら、もちろん人間の感覚を大事にして合理化できるところはして、その分他のところに注力できるような体制を取っていくように新しい蔵は作ったつもりですね。冷蔵庫も少しずつ増やしていって、瓶詰めする時間も短く大量にできるようになってきて、狙ったタイミングで火入れと瓶詰め貯蔵ができるようになったのもかなり大きいと思います。それでよりフレッシュで綺麗な脂質を維持できるようになってきてますね。ハミノツルが即蒸仕込み、即蒸酒母ですね。で、ヤマハイなのが、全量ヤマハイなのが日綿、まあ、どうしてもあと作る量が少ないので決まったお得意さんにしか出せないっていうのが秘密ですね。こちらのお酒のコンセプトというかイメージですけども、すごい綺麗だけども気を使うようなよそ行きのドレスではなくて、上質な普段着みたいなお酒であってほしいなと思ってますし、実際そういう風な酒を目指して作っております。あまり肩肘は張らなくて飲んでもらいたいんですけども、きちんと一本芯が通ってるような恥ずかしくない、誰のために飲んでいただいても恥ずかしくない酒質、これを目指して作っております。嘘を偽りなく胸張って酒造りをしているので、本当に自信を持ってお勧めできる酒質